ニュースピアジェのお時間です。ピアジェ代表のコマンドボリショイです。ピアジェ認定無差別級チャンピオンの中森花子です。はい、7月23日、はいはい、ピアジェ3周年コアラ犬大会まであと18日になりました。ドキ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 、はい、もうちょっともうあっという間に8月10日です。はい、そして昨日急遽決定したタッグタイトル戦、はい、8月10日、はい、コアラ犬大会、ピュアドリーム2020、ピュアジェ3周年レオン20周年アニバーサリー11時半開始です。はい、そして昨日決定したのが、はい、デイリースポーツ認定女子タッグ選手権30分一本勝負、王者春日萌香誠組対中森挑戦者中森花子山下里奈。はい、どうですか今の心境は。はい、昨日の動画を見てくださった方にはもう伝わってるかなとは思ってるんですけれども、私はこのベルトを初めて巻いたベルトですごい思い入れがあって、特に春日誠が巻いてるベルトだからこそ倒したいタッグでもあるし、3周年という大きな舞台で私は必ずベルトを取ってやりたいと思っていますし、4年前にボリショイさんとレオンさんにタッグのベルトを取られてしまってからずっと自分の中ではちょっと突起が止まってしまってたんですけども、あら時が、はい、でも山下里奈とその時間を動かしたいと思っています。止まった時計の針を、はい、うん、まだピアジェになってからはデイリースポーツのベルトは巻いたことないもんね。ないです。はい、はい、まあ山下里奈選手と、はい、なんか面白いタッグになると思います。はい、山下里奈選手についてはやっぱもう組んだ、まあ、キャリアとか本当関係ないんだなと思うぐらいすごい心強い選手で、うん、あと山下はフリーの選手であるので、うん、まあ、自由だね。はい、私いろんな団体でいろんなことをしていて、うん、私もすごいたくさん目にしているし、うん、本当はすごい選手だと思うんですけど、まあ、ピアジェはピアジェだけの顔というか、うん、私のタッグでしか見えない山下里奈がきっと見れると思うので、うん、チャンピオンになったらそういう面もどんどん出していきたいし、すごい選手だと私は思っているので必ずベルトを巻いてやりたいと思っています。まあ、じゃあ常々、はい、こう自分でピアジェのカバーは私だって、はい、っていうけど、もちろんそのタイトル戦線シングルもタッグも両方今、ね、花ちゃんはなんかまだ、チャンピオンじゃないから中心ではないけど、そういうふうにいろいろ動いてると思うんだけども、はい、あと3日後、はい、板橋グリーンホールで、はい、無差別級選手権、選手権、はい、まずこれをこうしっかり防衛しないと、はい、はい、じゃあ2冠チャンピオンとしてやっていきたいってもうずっと言い続けてるので、まずはこう、はい、しっかり防衛しないとその夢も叶えられないのでですが、はい、やっぱりレオンさんもピアジェの選手ですし、うん、私はもう多分旗揚げしてからずっとピアジェは中森花子、うん、中森花子こそがピアジェだと言い続けていて、その中でお前だけじゃないよと声を上げてきたのがレオンさんだけだと私は思っていて、まあ、でも私誰よりもピアジェを背負っている自信も中心である自信もあるし、ここは本当に負けられない戦いなので、でもやっぱり私は生で見に来てほしいです。今すごい大変な時期なんですけども、大変な時期だけどもね、はい、まあ、でも見に来てほしいけども、でも無理は私は本当してほしくないと思うし、はい、やっぱりそこで繰り広げられた熱戦はちゃんと収録して皆さんに見てもらえるようにはい、して、またそう、もうみんな絶対来てって言える日が必ず来ると思うので、はいはい、それまでは、はい、本当に、個々のもう私たちはできる限りそのこう興行主としてガイドラインに沿って皆さんが安全に観戦できるように、もう誠心誠意やるしかない。そして、お客さんも無理しては絶対に来ちゃダメだと思うんです。だけど、見れるという、はい、状態の人、はい、そういう方にはぜひ、はいはい、来てほしいです。はい、安全対策バッチリですね。して、そして、コロナの感染者をこれ以上増やさないように、はい、みんなが気をつけてみんなで乗り越えて、いきましょう。そして今こうして
ちょっとしか見られない、限定興行が続いてるけども、ね、乗り越えた先に、はい、今回見れなかった人も、続けて楽しめるように、はい、動画配信の方もしっかりやっていきたいと思っています。はい、そして花ちゃんといえばね、はい、やっぱりそのね、カメレオンのように、はい、試合に合わせてカメレオンのようにだよコスチュームをね、はい、いろいろ変えたりガンを変えたりとかしてるけど、はい、今回も何か考えてますか？今回ももちろんコスチュームもそしてガウンも新しくします。やっぱりまあそうガウンに至ってはもうこの日だけしか着ないって決めてるので、うん、あ本当、はい、それぐらいの私覚悟でこのベルトを、うんうんうん、かけてレオンさんと戦うので、なんかこうちょっとだけこう見てる人が楽しみになるようなヒントは、はいはい、ヒントとかモデルとか、私はやっぱり対戦いつもコスチュームとかにはすごいこだわりがあるんですけど、うん、対戦してる人の真逆を行きたいので、ああ、全然、うん、私ね、はい。実はそのコスチュームをちょっと見せてもらったんです、はい、花ちゃんが試着したところで、ね、はいはい、見ていただきました。それで私が思ったことは、はい、私がもし現役プロレスラーだったらゴング前にほら入場してきて奇襲するじゃん、はい、私絶対奇襲しないなと思った。あとっても私奇襲するとこっちが怪我するよ、危ないよ。はい、そうですね、とんでもないです、うん、はい、それこそまさにねちょっとソーシャルディスタンスなそうですね、自衛できるコスチュームだった、はい、ガウンかなって、はい、とってもなんか、うん、今までの花ちゃんにないイメージのものになってるんで、はい、楽しみにしていてください。コスチュームもとコスチュームも私すごい本当に信頼してるコスチューム屋さんにいつも頼んでるんですけど、うん、最近お子さんが生まれて、うん、そうなかなかちょっとお休みしてたんですけど、うん、超本当に無理を言って作っていただいたのに、うん、3月延期になってしまって、うんうんうん、やっと着れるのでそれも私の中で楽しみなんです。そうだね、はい、うんうんうん、そうそう、やっぱコスチューム大事ね、はい、コスチューム作ってる人が大丈夫、近々私がミシン今練習してるからミシンでコスチュームを作って、ね、はい、いや私が縫えるのは雑巾ぐらいだから本当にそうデザイナーの、ね、復活を、はいはい、願ってます。おじゃじゃん、もうすいません自分の熱気でこう湿気と熱気で、はい、ガムテープが取れちゃったんです、まあ、そんなこともあるでしょう。はい、はい、じゃあ、あさって板橋大会のカードは、はい、後でバナーの方でお伝えしていきたいと思います。ゆっくり見てください。そして、板橋大会ではですね、練習生塩谷千恵美のエキシビションマッチを行います、はい、このエキシビションマッチで8月10日デビューできるかどうかというのをもう見極めたいと思います。はい、決して運動の能力があったり何か肩書きがある選手じゃないけど本当に努力の賜物だと思います。今の彼女は日々成長しているので、はい、すごく期待もしています。だからこそ、安易に、はい、デビューの日をこう、うん、パッと言うんではなくて、はいはい、最後の最後まで、はい、あと戦うことについて一番大切なことを、最後に伝えたいなと思ってデビュー前に、はい、対戦相手を勝間奈美にお願いしました。うーん、はい、で、明日は勝間奈美に来てもらおうかな。はい、はい、いろいろねそのタック先生のことそしてから、自分のコーラー級の大会のカードのこと、はい、そして塩谷千恵美のこととかいろいろ聞いてみたいなと思っています。はい、コーラー県大会のカードも後ほど、バナーの方を載せていくのでゆっくり見てください。最後に花ちゃん何かお伝えしたいことありますか？はい、もういよいよ3日後に迫ってきた板橋大会、もう大丈夫声出してはい私は必ず防衛して後楽園大会ではベルトを持ってリングに上がって2冠チャンピオンとして今年のピアゼ4年目のピアゼも引っ張っていきたいと思っています。見届けてください、よろしくお願いします。はい、以上今日のニュースは中森花子の、今の心境を語ってもらいました。この動画がいいねと思った人はいいねボタンを、はい、グッドボタンね、グッドボタン、はい、そしてチャンネルご登録よろしくお願いします。はい、ではまた明日会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。